おはようございます。今日は3月の13日ですか。今まで2日ばっかで強い風が吹いたのに、今日はやっと穏やかな良い天気になりましたですね。梅の花もね、二分咲きぐらいになったでしょうか、ね、これは中梅ですけどね、白川はぼつぼつというところです。ところでね、今日はね、同級生のね、高校中ですかね、の仲間と同級会をこの奥にね、今うちのどこがやっぱ見えないんだけどね、富士屋ホテルというホテルがあるんですけどね、フルーツパークという名前の富士屋ホテル、そこがですね、収容人は500人ぐらいのホテルじゃったら日本一の収容中ですよ。というのは毎日ね、90% が満室になるというね、ホテルで行ったんですけど、そうしたら同級生がね、もう我々80だということで、私がずっと感じをしているんですよね。そしたら、みんな同じが悪かったね、最後になるかもしれんからというふうなことで花をくれたで、まあそれでもね、こんな気も嬉しいという気持ちを皆さんにもちょっと見てもらいたいなと思って、今今日の報告にしますね。全く同級生もありがたいじゃんね、同じが気が利いてくれて、どうもどうもと言って、今度は80ですよ。頑張ってください。はい、お互いに頑張ることを誓い合って帰ってきたところです。